フィールド向け、がん研究機と作物循環系流体回路モデルによる形質変化推定技術に関する研究と題して、チームを代表して東京大学の三宅がご説明いたします。研究の概要ですが、本研究では多様な環境下での作物の品質向上に資するために、まず作物菌棒の光合成環境を取得する軽量な環境系、作物の養分状況を知るための小型の養分計。また、作物の形質変化を捉える作物形状の画像計を開発いたします。さらに、作物内の光合成産物の底流等、転流等を記述した循環系のモデルを作成いたします。前述の景気情報をこれらのモデルに導入し、形質変化の推定を行い、それらをもとにした作物品質の向上策の提案を行います。この研究は、東京大学が、計器類モデル化技術の開発を担い、秋田県立大学が、そのデバイスの評価、また、広島大学は、作物の生育状態の画像取得及びその解析を中心になって進めてまいりました。それでは次に背景と研究の狙いについて説明いたします。まず背景ですが、日本は南北に長く、また山間部から平野まで非常に多様な環境、気候の下で農業が営まれております。また近年は温暖化などの影響で自然環境は大きく変化し、さらに少子高齢化等によって営農環境も変化してきております。そのような中、それぞれの地域において良質な作物を生産する。そのためには、それらの作物を網羅的に観測し、どのように生育するのかを推測し、それに応じた精密な施肥を行っていくということが極めて重要であるという具合に考えております。そのような下で我々が提案するシステムはこのようなものでございまして、まず、作物の環境状態を調べるセンサー、また、生育状態を調べるための画像計、さらに、作物の栄養状態を調べるための養分計、これらのセンサー類を開発してまいりました。それらのセンサーからの情報をもとに、作物がどのように生育していくかということを予測するためのモデル、さらには、その推定、情報から、どうすれば作物は品質が向上するであろうかということを制御していくような機器類、このようなものを合わせて開発してまいりました。以後、これらについてご紹介いたします。それでは、超軽量環境計について紹介いたします。この環境計は手のひら程度のサイズで、温度、湿度、気圧、照度、CO2 濃度、風速の6項目を同時に計測することができます。また、無給電で太陽電池で駆動いたします。そのため、独自の回路設計を施しております。このデータはゲートウェイを介してクラウドに送られます。このゲートウェイは一度に20基以上のセンサーを制御することが可能です。クラウドに上げられたデータは24時間いつでもネットワークを通じて監視することができます。それでは、環境系の活用事例について一つご紹介いたします。これは比較的大規模40メートル程度の栽培施設の中に環境系を分散配置した場合のデータでございます。こちらにありますように、温度、湿度、照度、風速、場所によってかなり大きな差異があるということがこれでわかります。このように栽培環境の安定化に向けて、極めて重要な基礎的なデータを把握することが可能となってきております。それでは、次に養分系について紹介いたします。まず、作物体内から微量の飼料を採取するためのデバイスを開発いたしました。こちらにありますように、髪の毛ほどのニードルの側面で100ナノリットルという微量の飼料液を採取することができます。非常に簡素な形状記憶合金を使ったアクチュエーターによって動作させることが可能です。
採取されたサンプルは希釈液とともに養分系の方に搬送されます。この養分系のヘッドには使い捨て型のマイクロ反応チップを備えており、その中には高温耐性のある固形試薬を新たに開発したものがプレパックされております。それでは、これらのデバイスを用いた活用事例について紹介いたします。こちらの動画は、実際に微量採取機構が茎内にニードルを穿孔して微量液を採取している様子を示したものでございます。採取された試料液は希釈液によって搬送される様子も捉えられております。この機構を持ちまして、小松菜等の野菜、葉物野菜の昆布を低水分状態にした場合のホルモン動態の計測を行いました。一般的に植物は水不足になりますと、気候閉鎖因子のアブシシン酸が増加し、成長因子のオキシンが減少すると言われておりますが、実際にこちらにありますように、同様の傾向を時系列に捉えることが可能となりました。それでは次に作物形状画像系とその活用事例についてご紹介いたします。葉面積、走行、スパッド値、それから作物の揺れですね。さらに葉音、これらを画像処理技術によって取得する技術開発を行ってまいりました。一例でありますけども、走行の推定、これは、最も陽動する部分を走行と推定したものでございますけども、こちらにありますように、実測値とかなり良い一致を見ております。また、スパッド値に関しましても、養殖板と自動的に照合することによって、実測値と近い値を得ることが可能となっております。これらの項目のうち、葉面積、走行、スパッド値に絞り込んだ簡易型画像系も開発しております。次に、植物循環系モデルについてご紹介いたします。まず、モデルを作るにあたり、作物の地上部、地下部の時系列変化の実測を行いました。こちらに示しますように、レタスの地上部と地下部の生育の様子を時系列の動画で捉えたものでございます。こちらの動画から画像処理によってそれぞれの成長量を取り出し、それを循環系のモデルに反映させます。最終的には、こちらに示しますように、マイクロ流体回路をベースとした、モデルベース型の数理モデルにして作成いたしました。次に、モデルを用いた活用事例を2つ紹介いたします。1つは、小松菜の生育条件探索で、湿度を変更した場合に、公的な成長条件の探索を行いました。実際の温度、湿度などのパラメータをモデルに反映させ、条件を振った場合の成長量の予測を行った結果、湿度60から70%、温度20度近傍が公的と出ました。これらは実験によっても確認され、同様の結果を得ております。次に、水稲の成長状況の予測でありますけども、窒素の施肥のパターンを変えた場合について、同じく実測値を反映させ、成長量に対してモデルを同化させたケースの内部の窒素濃度の推移を予測したものでございます。その結果、3つのパターンについて、実際のものを破壊試験したものと同じ傾向が得られるということが分かりました。それでは、まとめといたします。がん研究機と植物循環系モデルによる次世代栽培技術のキー技術をこの研究開発によって確立することができました。最後に、社会への還元、実装についてでございますが、それぞれの開発技術につきましては、事業化の展開を進めております。例えば、環境系につきましては、すでにベータ版の事業化を推進しておりますし、
画像解析技術に関しましては、収穫作物の品質管理等への展開を進めております。また、計器とモデルによる次世代栽培技術に関しましては、大規模な施設、あるいは中小規模の施設に対して展開をすべく今現在進めているところでございます。以上、ご清聴ありがとうございました。